ひどいもんじゃろ。ああ、話には聞いていたが。すごい高波だったからね。何もかもやられちまって。魔物、ばあさん、逃げろ。よし、行くぞ。どうするか。俺の番だ。危ない。よく見たら人がいるではないか。だからいつも言ってるでしょ、ちゃんと考えて魔法を使いなさいって。細かいことだ、気にするな。気にするわよ。君大丈夫？ああんたたちは。通りすがりの傭兵と学者ってとこかしら。私はアデル。で、我が輩がエルビスだ。おしゃべりはここまで。次はちゃんとやるのよ、エルビス。うん、任せたまえ。さーて。みんな、怪我はないか？やるじゃないか、若いの。見事な戦いっぷりだったぞ。ほんとほんと、どこかの学者よりよっぽど役に立つかもね。おいおい、それはないだろう。我が輩も十分に活躍したと思うのだが。
君もそう思うだろう。ああまあな。急に話を振られて困ってるじゃない。君本当のこと言っていいのよ。この人ちょっと褒めると調子に乗るんだから。そうそう、存分に褒めたたえてくれたまえ。そういう意味じゃないわよ。まったくもう。助けてくれてありがとう、アデルさん。アデルでいいわよ。我が輩もエルビスと気さくに呼んでくれたまえ。しかし傭兵や漁師には見えんが。いや、襲われている人を助けただけだ。おお、それは正義感の強い青年だ。気に入ったぞ、我が輩の。よし、町へ戻ったら一杯おごろうじゃないか。いいのか。気にするな気にするな。ここで会ったのも何かの縁だ。そういうことならごちそうになるか。そうそう、遠慮なんていらないわよ。これは久しぶりにうまい酒が飲めそうだ。そうだ、これと同じようなものを見たことがないか。これはアスタリスクといってな、我が輩はこれを探して旅をしているのだ。で、私はエルビスに護衛として雇われた傭兵ってわけ。アスタリスクを持っているやつがこの国にいると聞いてな。すまない、俺もこの国は初めてでね。実は遭難して流れ着いたばかりなんだ。遭難？それは災難だったわね。まあ大きな怪我もなかったし、命があっただけでもよしとするさ。そうかそうか。では君の幸運と我が輩たちとの出会いを祝して早速酒場で乾杯といこうじゃないか。行商人から聞いた噂なのですが、砂漠のサバロン国にて町の一部が水没するほどの水が湧き出しているとのこと。砂漠に大量の水とはまた奇妙な話。これは間違いなく水のクリスタルの力でしょう。サバロンといえば我が国とは友好関係にあった国。国王のリオン陛下ともお会いしたことがあります。お聞きすれば何かわかるかもしれません。では早速サバロンへ向かい。お待ちください、グローリア様。隠れていても無駄だ。そこの者たち、姿を現せ。さすがは大陸随一の剣士と呼ばれるだけのことはあるわね。わしを知っているとは、ただの物取りではなさそうだな。お主たち何者だ。見破ったご褒美に教えてあげるわ。私の名前はセレネ。そして俺様がダグだ。そちらのグローリア王女が持っている風のクリスタルを渡してもらえないかしら。素直に言うことを聞いてくれれば別に何もしないわ。でも、おいセレネ、そんな面倒なことせずにささっと奪っちまおうぜ。見たところ、護衛は老いぼれたジジイだけだ。こいつを片付けりゃグローリア王女だって。ほう、老いぼれと侮るか。まだまだ若い者には負けてやるつもりはないぞ。はっ、ジジイのくせに生きりやがって。この場で棺桶に叩き込んでやろうか。それはアスタリスク。その通りよ。今さら後悔しても遅いぜジジイ。何、お前たちミューザ国を襲ったやからか。ミューザ、何の話だ。違うようだな。ただの金で雇われた傭兵か。
座って教えてもらおうか。誰に頼まれた？くそ。おい、剣を捨ててもらおうか、ジジイ。さもないとこの子供がどうなるかわからねえぜ。やめてよ、話してよ。スロー、卑劣な。子供を人質に取るとは。何とでも言いやがれ。勝てばいいのよ、勝てばな。さあ、風のクリスタルを渡してもらおうか。おやめなさい。風のクリスタルはここにはありません。なんだと？どこかに隠してあるってことね。それじゃあグローリア王女と交換にしましょうか。何？良いでしょう。その代わり、子供はこの場で解放なさい。グローリア様、随分と聞き分けがいいじゃねえか。だが、さっきはよくもコケにしてくれたな。スロー。大丈夫です、グローリア様。この程度どうということはありません。そうかそうか。だがまだ終わりじゃねえぞ。オラ、とっとと。グローリア様、私が人質になると言っているのです。おやめなさい。なんだと？生意気な姫様だな。おい、どうなっても知らねえぞ。ダグ、もうそこまでにしなさい。どうやら持っていないというのは本当のようね。約束通り、子供は話してあげるわ。まだ動くくらいはできるわよね。風のクリスタルを持って町の北にある廃屋まで来なさい。そこでグローリア王女と交換してあげる。ただしハルシオニアに救援を頼んだら、あとは言わなくてもわかるわね。じゃあ待っているわよ。また後でな、グローリア様。私の番ね。やあ！行くか。やあ！どうするか。我が手に集え。どうするの？さて、全力だ。はあ、やあ、はあ。こんなものかしら。いい感じだ。
先手必勝。行くか。させてもらおう。いたか、我が輩の力。強くなったか。